こんにちは。シャルウチの、えー、今日のインテリアを始めさせていただきます。今日は北朝鮮ミサイルのね話をちょっとしてトルコの話をちょっとだけさせていただこうと思いますあそれはね最初にねあの前回本当にねあのすずめの話でねあのいっぱいあのサンクスいただきました本当にありがとうございますああやってね多くの方にいただけると本当にちょっとやる気は増えるもんで本当にありがとうございます改めてちょっとね本当かなりの方がねあのサンクスくださったんで本当にありがとうございました 金額というよりもやっぱり多くの方に頂けるっていうのがすごく私にとってありがたいんで今本当にねありがとうございましたじゃあ今日の話を始めますねまずねあの北朝鮮のミサイルねあの先日ねあれが全然ねあの重要の事項をちゃんと正しく指摘してるっていう報道があんまり見ないんですよですからちょっとこれイギリスのメディアからなんですけど今日スカイニュースかなそれからちょっと読んでみてど日本のメディアはどうあかんのかっていう話をちょっとしてみようと思いますじゃあちょっと読んでみますね えーとキム・ジョンウンは敵により明確な安全保障上の危機を経験させ敵が無意味な思考と無謀な行為を放棄するまでこれは演習ですねあの米在韓米軍と韓国軍の演習ですよねこれを諦めるまで致命的かつ攻撃的な対抗措置を取ることによって常に極度な不安と恐怖を与えると警告した。北朝鮮の国営メディアによると 金正恩は新しい固体燃料の大陸間弾道ミサイルの試験を指導した。KCNA とありますがこれはやっぱり北朝鮮のメディアでしょうね。これは新型兵器火星18は北朝鮮の核反撃能力を根本的に促進するものだと報じていると。北朝鮮は木曜日に新型の弾道ミサイルと思われるものを発射したと韓国が発表した。この発射は北日本で 恐怖を引き起こし北海道の住民が身を隠すように指示されたが危険はないことが判明していると。KCNA は新型 ICBM 火星18の開発は北朝鮮の戦略的抑止力を広範囲に改革し核反,撃核,核反撃体制の有効性を根本的に促進し攻撃的な軍事戦力の実用性に変化をもたらすだろうと述べていると。 アナリストによるとこれは北が中距離または大陸間弾道弾ミサイルに固体推進剤を初めて使用したことになるという固、ね、体燃料を使ったっていうのはすごく重要なんですよまあちょっとね読んでみましょうね固体燃料 ICBM の開発は戦争が起きた時にミサイルより早く配備で,配備できるため、えー、北朝鮮にとって重要な目標とされてきた、えーえー、金えキム委員長は 敵により明確な安全保障上の危機を経験させ敵が無意味な思考や無謀な行為を放棄するまで致命的かつ攻撃的な対抗措置を取ることによって常に極度の不安,を不安と恐怖を与えると警告した北朝鮮は最近の米韓軍事,軍事演習が緊張を高めていると批判しここ数ヶ月は兵器実験を強化していると北朝鮮最大の弾,弾道ミサイルのほとんどは 液体燃料を使用しているため発射場で推進材を装填する必要があり時間のかかる作業となると個体は軍隊が現場で操作するのが簡単で安全であり、えー、輸送車両がはるかに小さい、ねえー、現場で配備された個体のミサイルユニットは液体よりも発見されにくいつまり生存率が高いと、えー、北アメリカ元アメリカ政府の兵器専門家で現在は38のプロジェクトで働く1 1D 弁は述べているとしかし液体であっても、えー、実戦配備されれば非常に潜在しやすい 1D 弁、えー、は言うと平壌、えー、がどのようにしてシステムを運用するかによって決ま,決まるがと付け加えた北朝鮮は12月に高水力の固体燃料エンジンをテストした後2月に軍事パレードで新しい固体燃料 ICBM と思われるものを展示したアナリストによると米国は ミサイルの種類によって生成される赤外線データの違いを検出できる早期警戒衛星によって固体燃料か液体燃料かを判断することができるだろうというと今回の発射はキム・ジが北朝鮮がアメリカ侵略の動きと読むものに対抗するためより現実的で攻撃的な方法で戦争抑止力を強化することを求めた数日後に行,行われたと。 え、平壌近郊から発射されたミサイルは北朝鮮の東の海域に着弾するまで約620マイル飛行したと東京東京が発表したと。北朝鮮はこの実験が近隣諸国に脅威を与えることはないと述べた。そんなことないですね。あのね、この固体燃料はね。固体燃料っていうのはすごく意味があるんですよ。これね。あんまりね。それに強調したよね。報道があんまりなかったですよね。これね。結局あのあの液体燃料だったらあの発射する直前にね。 よくこれそういった言ってそのえっと燃料のあのミサイルに注入しなきゃいいけないんですねこれがまた時間かかるんですよ時間かかりますからそのうう動けないんですねその時にねであ入れ始めたなって分かったらそこをボーンと攻撃したら終わりなんですよねでも固体燃料の場合だったらもうね例えばミサイル発射す発射するところまでねあのトレーラーがガーッと持ってきてで跳ねて,てでピュッとボタンをしたらすぐ行けるんですよね。 ですから、発射までの時間がね。あのロスタイムがないんですよ。あの燃料を注入するとかね。かすごくね。あの運用の仕方として全然変わってくるんですよね。だから、これはこれこれがあるっていうことは、これもし打たれたらどうするかっていうことですよね。だから、燃料を注入する場合だったらかろうじて事前に。ああそこで燃料を入れてるわ。ってことがわかる場合もあるわけですよ。 でもこれ固、ねね、体燃料でいきなり発射できるっていうのがあったらなんか、ね、見えないようにう,うまく偽装して、ね、ミサイルを移動していってでそこからピュッとボタンを押してドガーンとこう発射してもまえば全然もう日本は何も,何もしなくてミサイルを撃たれるとそういういことになります、まあ、実際には韓国なんでしょうけど、ね、だからもうミサイルを撃たれたらおしまいとそういうことになるわけですよ。 でむしろで北朝鮮は核兵器を持ってますから弾道に核兵器を載せられたらもうそれで一時的にはね一番の攻撃目標は多分韓国だと思いますけど日本だって日本が届くミサイルなんですからね日本に落ちたらどうするのっていうことはそろそろ考えなきゃいけないことなんじゃないのかなと普通にそう思います。 それはね固体燃料だっていうだからもうい,いつでもね日本だって打たれるかもしれないよってことを考えなきゃいけない時期に入ったんだそういうことをね誰も言ってないんですよね。僕はこれは本当に危ないなと思ってちょっとこの,この件に関しては取り上げました。いやだから本当ね日本も本当安全保障を考えないとま,まずいですよねこのままではね。ちょっと本当にこう全然ね日本国内でこの固体燃料だって言ってえー っていうね、そういうねドーめき的な方が全然感じられないんですよ報道にね大丈夫か日本はとつくづく思いますねで2番目はね、えー、っとプーチンがせるってこういう話ですザマーっていう話なんですけどどう焦るかっていうとこういうことなんですよねあトルコなんですよね問題はトルコがね5月14日に行われる大統領選まで1ヶ月を切ったと最新の世論調査では現職のエルドーン大統領が野党第一候補を僅差で追う展開となっている 野党の統一候補に負けてるんですよ現職のねエルドアンがね長引く経済低迷に加え南部で2月上,下旬上旬に発生した地震の大きな被害がエルドアン氏の支持の伸び悩みの理由と伝れる約20年にわたって政界の中枢を占めてきたエルドアン氏は最も厳しい挑戦に直面していると大,大統領選には4人が立候補したとエルドアン氏と最大野党は共和人民党党首えー えっとクルチダルオール,かクルチダール氏の事実上の一騎打ちで野党6党は同氏を統一候補として共闘してているとトルコの世論調査機関メト,ロポールが4月メトロポールの4月の調査ではエルドアン氏の支持率は41.1%に対しクルチダルオール氏は42.6%でわずかにリードしている。選挙で過半数を得票する候補者がいなければ5月28日に決選投票が行われる。 ロイター通信によるとエルドアン氏は11日首都アンカラで徴収を前に公年期しインフレ率を1%台に戻し絶対,この国この国を絶対に国をこの問題から救うと述べ支持を訴えたトルコのインフレ率は昨年10月、えー、と同年前月比で24年ぶりとなる85%以を記録した。インフレ率が85ですよだから、ね えーえー、去年 100, 100円だったのが今185円とそういうむちゃくちゃなインフラが進んでるんででるすねその後は低下傾向にあるが今年3月でも50%を上回るエルドラン氏は静かリラー安の状況でも景気の冷え込みを嫌って利上げに反対しリラの歴史的な下落と激しいインフレを招いたと国民は暮らしが圧迫され不安を高めていると加えて地震の被害が経済的負担となって国民にのしかかっていると。 国連は再建に要する費用を約1,040億ドル、えー、約14兆円に上ると推計、えー、被災地からは約300万人が避難したとされ、えー、被,災被災者を含む国民の雇用拡大は緊急な課題となっているとただ野党側もエルダン氏の打倒の決め手にかけていると地震の被害,被害拡大は政府が手抜き工事を厳しく監視しなかったことが一因だと指摘されるが、えー、政府機関は野党支持に直結していないようだ A 氏フィナンシャル・タイムズはエルドアン氏が長期にわたる政権を担当したことなどから同志の支持層が多い地方では野党が信頼できるし選択肢になり得ていないという専門家の見方を紹介したとエルドアン氏は2003年に首相14年に大統領に就任したと16年には軍の移住によるクーデター未遂事件に後に首相から大統領に広範な権限を遺憾する憲法改正を行い 18年の再選で強大な権力を振るう大統領になった事件を機に軍幹部や裁判官らを多数更えー、政府機関やメディアの反対性勢力を一掃したと、えー、政教分離の世俗主義が,が国前のトルコでイスラム色の強い政策を進めたとこれねだからトルコはね多分ねあのもしウクライナとロシアが停戦するんだったら仲介してくれる国が必要なんですよね。 まあ、多分トルコはねそういう停戦のね仲介国候補だのもう本当一番の仲介国候補だと思うんですよ。割合ねあのウクライナにもあのロシアにも、まあ、距離が近くて、ね、そして、まあ、両方とも話ができるっていうねそういう立場であの割合比較,比較的ねあの一,番一番可能性としては高い国だとこう僕は思ってるねですねでロシ。エルドアンは特にねロシアに優しいんですよね。 っ、ね、16年に、ね、軍の一部によるクーデター未遂あったんですがこれは、ね、クーデターがあるよというのをエルドアン知らせたのがプーチンだったんですよね。ロシア側がつい無線傍聴していてトルコ内は、ね、そういうなんですかクーデターの動きを察知してでエルドアン知らせてギリギリのところに助かったという実績があります。まあだからエルドアンは絶対プーチンに対して足を向けて寝られないんですよね。 まあだからもしねこの調子でだから選挙の選挙のと選挙も選挙だか分かりませんけどねあのエルドアンがまた勝つかもしれませんし勝ったらまた状況は変わらないと思うんですけど退陣したらどうなるかってことを考えているとエルドアンが退陣したらもう本当にねこのえウクライナ戦争はどうなんですかあの仲裁してくれる国がなくなるとそういうことなので結構きついんじゃないかなと。でまあねあのエルドアンじゃなかったら別にそんなにあのプーチンに対して あのギリを立てる必要がなくなりますから、まあ、当然、えっ、ー、とトルコとえっ、ー、とロシアの間は関係はまあ疎遠になりますから、だからすごくね、あと一ヶ月二ヶ月でしょ、すごくロシアはちょっとちょっと辛い立場なんですよね。やっぱりあのトルコからあの半導体はね輸入したりとかそういうこともあるみたいですから、そういう輸入先がなくなるっていうのはすごく辛いことなんじゃないかなと思います。 やっぱ何といってもねさっきの記事にもありましたけどトルコ経済の影響って大きいんですよねエルドアン政権っていうのはあの高インフレ率なのに肯定分合を下げるとそういうこう経済学で言ったらなんかん、まあ、自殺行為をやったわけですねそれでものすごく通貨レラーが下落してしまいましたですからそれはねあのもし大統領が変われば正常化できますんでそういう意味ではすごくいいのかなとこう思ったりします であと、ね、もう一個はねやっぱりスウェーデンですよねスウェーデンの NATO 加盟が実現するんじゃないかなとだから僕スウェーデンはそういうあのクルド人クルド人ですかクルド人の勢力が救ってるからものすごくあの入ることを嫌がってるんですよねあフィンランドを入れるのは認めたんですけどやっぱり最後は最後までスウェーデン入るのは嫌って言ってましたからもしここでエルドアンが失脚すればあのスウェーデンも NATO に加盟することになるだそう考えてみるとスウェーデンの NATO 加盟でしょ であの中小国がなくなるどう考えてもねあのロシアにとってはすごく不利な状況が起こるんじゃないかとそう考えられますですからロシアにとってはもうとにかくねエルドハンとにかく当選してっていうねもう勝因を願う気持ちなんじゃないかなとそう考えたりしますまあ割合だからこれがどうなるかなと思って僕はちょっとまたねあの機会があったらお話したいなと思いますまあでもあの北朝鮮のミサイルはもうちょっと日本人が真剣に考えた方がいい話題だと思います。 固体燃料ですよ。もうほんとね、あの、本、え、当、ー、拳銃がね、パッと入ってても、いつでも撃てる状態みたいな、そんな感じでね、考えた方がいいんで、JRR とかね、あんなインチケアとか言って言ってる人もいますけど、やっぱりあれは真剣に、ちゃんとあの、そういうことがあったらどうするかっていうことを自分一人一人のね、個別の立場で考えられるべきかなと、思います。政府からこうしろって言われたから、 こうしたよっていうんじゃなくてもし自分の家の近くが落ちたらどうしようかっていうことを考えてやっぱり対策を考えるべきじゃないかなそのための政府の広,広報はちょっとあのなんかちょっと十分じゃないなっていう気はしてますけどそれでもやっぱりあの生き残るんでしたらやはりこういうことは本当にね真剣にね J アラートって言ったって空襲警報ですよ言い換えればね空襲警報をやってんのになんやこれって言って、ね、あほぼあるだしですよねこういうのをほんと平和ボケとこういうんですよね。 あんまりね。あの空襲警報はあまり軽視しない方が絶対いいと個人的には思います。ちゃんとこういう時、起きたらどうするかっていうことは日頃からやっぱり自分の頭の中で考えておかなきゃいけないんじゃないでしょうか。だからそういうね。緊急時だよっていうのは感覚的に日本人から本当抜けて落ち抜け落ちてしまってるんで、僕はすごく心配です。 ま、今日はこのぐらいでよろしかったよ、うなポチョ。そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしてあの、サンクスね、さっきも言いましたけど、本当にありがとうございました。また今後よろしくということで、今日はおしまいします。じゃあ、失礼しますね。